皆さんこんにちは。先日、ツイッターの DM にて面白そうな話をお聞きしたので、皆さんにご紹介するとともに、情報を募りたいと思います。それから、後半には先ほどの件とはまた別で皆さんにアンケートを取りたいので、ぜひご覧ください。先日、DM にてこのような話をいただきました。ある個人サイトを探してほしいです。時期は10年以上前で、赤い部屋、や、明日の犠牲者、が有名だった頃です。そのサイトは、心霊写真などをまとめている、よくあるオカルトサイトでした。その中に、両つべにアップされたある動画についての記事がありました。記事には、ここまでは普通の心霊写真を紹介するだけの動画です。本当に怖いのはここから。動画のシークバーを左にドラッグして巻き戻そうとすると、動画内にあった一枚の心霊写真で止まってしまう。巻き戻せば巻き戻すほど、心霊写真がアップされ、最後には動画が固まってしまう。動画内には心霊写真をアップにした映像はないのに。と書かれており、その動画も貼ってありました。実際に試してみると、本当に記事に書かれている通りのことが起きてしまい怖くなってページを閉じました。映像の霊は、うつむき気味で、目が細くて髪がなく、痩せた人間のように見えました。いろいろなサイトを経由していたので、たどり着いた経緯も不明です。どうかこのサイトを見つけ出してほしいです。以上です。いろいろと省略しましたが、皆さんに大まかな内容は伝えられたと思います。再現イラストまでいただいたので、こちらもご紹介しますね。こんな感じで、写真に写っている霊がどんどんアップで迫ってくるらしいです。ここで皆さんにお聞きしたいのが、このようなサイト、もしくは写真を見たことはないでしょうか。どんな些細な情報でも構いません。コメント、問い合わせフォーム、どこからでも良いので情報が欲しいです。私の方でも、調査を進めてまいります。もちろん、他の方のリクエストも調査していますよ。とりあえず、情報をまとめておきます。10年以上前とのことなので、もはや残っていない可能性もありますが皆さんの記憶にあるのなら、それが手がかりになります。考察動画は後ほど作る予定ですが、調査は難航しそうなので何とも言えないです。皆様、何卒よろしくお願いします。次からは別件で皆様にアンケートを取りたいと思いますのでもう少しお付き合いください。最近、雑風呂掲示板で現地調査をしてくれている方がいらっしゃいました。雑風呂掲示板の存在を知らなかったとかいうのはなしですよ。そこでですね、私も現地調査をしようと思いまして、せっかくなので皆さんのリクエストをいただきたいのです。今までいくつか心霊スポット系のリクエストをいただいたのですが、それ系だけではなく、例えば〇〇が本当にあるのか見てきてほしい、とか〇〇でこんなことするとやばいから検証して、みたいなのでも大丈夫です。実際、いつやるかは決めていませんが、現地調査するとしたらどんなものが良いかわからないので、参考にしたいです。良ければコメントお願いします。ただ、メインは前半に紹介した話の情報が欲しいので、よろしくお願いします。ブログやツイッターでも聞いてみようと思うので、見かけたらリツイートしてね。